常磐双葉インターチェンジは、福島県双葉郡双葉町にある、常磐自動車道のインターチェンジである。当 IC の名称は、山梨県の中央自動車道、双葉スマート IC が開設されていることから、所在地の双葉町の名前に、常磐を関して区別したものとなっている。料金書は、終日無人のため、一般レインを利用する場合は、自動生産機にて生産することとなる。 常磐双葉 IC2、名称決定常磐道、新 IC19 年度完成予定。福島民有新聞社。2019年8月8日閲覧。常磐道の追加インターチェンジの設置について。国土交通省道路局。2019年8月2日閲覧。常磐自動車道、岩木中央高野 IC4 車線下と大熊、インターチェンジ、双葉 IC 着工式。 平成29年6月17日、復興庁、2019年8月2日閲覧、E6 常磐自動車道双葉町内に設置するインターチェンジの正式名称が常磐双葉インターチェンジに決定しました。双葉町、東日本高速道路株式会社、2021年2月24日閲覧、E6 常磐自動車道、 常磐双葉インターチェンジ及び荒野 IC、山本 IC 間の付加車線の一部が、令和2年3月7日に完成します。双葉町、東日本高速道路株式会社、2021年2月24日閲覧、ありがとうございます。